中日、3連勝。中日が3試合連続の完封勝ちで3連勝。交流戦を白星スタートした。渡辺久信監督代行が指揮を取る新生西武は、課題のヒンダニナキ無得点で敗れた。知ってた。順当に負けた。中日なら勝てるかもとか思ってごめんなさい。これが本当の投手王国か。3試合連続完封ってやべえわ。最後に失点したのがライマルという事実。これは強い中日。明日勝ったら5割復帰か。中日普通に強いチームで泣ける。リカーソン来てから出せねえな。まあ、だろうなって感じの試合やったの。どこにも点を取れる気配がなかった。そら負けます。解任ブースト、なし。そしてパリーグの B クラスのチーム全敗で草。面白いチュミドラに負ける面白くないチュミドラ。でも足も出ないってこれか。羽お前が作ったチームやぞ。カズオイケニエに負けを召喚。采配なんて野球に関係ないからね。これ3立てな気がする。